長野青年市販学校は1944年に設立された青年市販学校である。園芸の長野県実業補修学校教員養成所は長野朝日町にあった長野市販学校級寄宿舎で発足した。翌1919 19年、長野県立農事講習所第2部となり仮校舎を上見の地群。 セリタ村中御所のセリタ小学校中御所文教場に置いた。後にセリタ村の長野県農事試験場内に移転した。長野県実業補修学校教員養成所時代の1926年、長野市吉田広町地席の上身の知能学校校内に移転。吉田校地は、官立長野青年市販学校に引き継がれ、1951年の廃校時まで使用された。 旧吉田高地には、新州大学教育学部職業課の吉田農場が設置された。1960年、国の管理していた校舎、高地の大部分が長野県長野吉田高等学校に返還された。1984年にも敷地約3590平方メートルが長野吉田高校に譲渡された後、1995年に、 残る敷地約4630平方メートルが譲渡され、吉田農場は閉鎖された。ありがとうございます。